ヒメギスは、バッタ、メキリギリス科の昆虫。キリギリスに、姿形が似ていて小型なことからこの和名がついた。普通種で、最も身近に見られるキリギリスの近似種でもある。成虫の体長は24から30ミリメートル前後。全身黒褐色。北方や山地では、体色が濃くなり、ほとんど黒くなる。また、弱霊幼虫も黒みが強い。 背面はやや薄い褐色、または緑色。これは、通常の褐色型や緑型に相当するものと思われる。羽もキリギリス同様、腹部にわずかに達するか、やや短い。稀に、長羽型、あ、ウ羽型も出現する羽の黒縁は、はっきりしないが、長羽型では、羽が黒くなったように見えるほど黒縁が発達する。産卵管は短く。 腹部の3分の2歩道で、鎌の葉のような形。草原性で、キリギリスよりやや湿り気を好み、草丈も低めの場所にいる。植生は、草食傾向の強い雑食で、捕食性も弱く、動物質として、死骸や、アブラムシなどの小型の昆虫などを主に食う。植物質はかなり色々のものを食い、葉を主に食い、花びら、果実、枯れたものも食うようである。 植物学分類上では、稲花や菊花、豆花を好んで食い、しばしば、これらの採食される畑に入り、害虫とされることもある。鳴き声は、シリリリ,リと、ヤブキリに似ているが、抑揚が、はっきりとしている。一生も短い。昼夜問わず同じような鳴き方をし、気温で、若干変化する程度である。鳴き声に誘われたメスは、 オスの腹部背面を舐めるようにしているが、やがてオスの背に乗ったような格好となり、交尾が行われる。メスの微端に請求が受け渡されると交尾は終了する。メスは、やがてそれを食べて、卵を発育させる栄養とする。産卵は、ヨモギなどの枯れた茎に行われ、かじりコンをつけて、産卵管を髄の部分に差し込んで卵を産み付ける。 卵は4月上旬頃、不可、2ヶ月ほどの幼虫期間を経て成虫になる。関東地方ではだいたい梅雨の半ば頃である。羽化してから、生成熟するまで時間を要し、本格的に泣き出すには10日ほどかかる。最盛期は7月頃で、だんだん鳴き声が、まばらになり、10月までには姿を消す。日本に分布。ありがとうございます。